下地康則君。宮古地区選出会派沖縄自民党の下地康則でございます。所見を交えて一般質問を行いますので、当局の誠意あるご答弁をお願いいたします。本件では新型コロナウイルス感染拡大により、県内医療機関においてコロナ患者の病床を確保したことにより、一般病床数が制限されております。一般病床数が満床に近づき、医療逼迫の緊張が高まりつつあります。またインフルエンザの流行期を前に、さらに医療体制が逼迫することが予想されることから、医療関係者、介護関係者の皆様方のご奮闘とご苦労に敬意を表するとともに、感謝を申し上げる次第でございます。それでは一般質問に入りたいと思います。1、離島における新型コロナウイルス感染防止対策について、1、感染拡大による観光関連事業の落ち込みや、航空便の運休による畜産水産物の出荷停滞、外食産業の落ち込みなどから来る農林水産物の需要低下を受けた値崩れなど、離島における新型コロナウイルスによる影響は甚大でございます。それらの分野における県の支援体制を伺いたいと思います。2、去った9月議会で、宮古地区における新型コロナウイルス感染防止対策、宮古地方本部と地元関係機関との連携強化を図るという答弁をしておりますけれども、しかし、現在、地元関係機関との効率的な情報共有がなされているとの声が聞こえておりません。どの関係機関とどのような連携が図られているのか、具体的に伺いたいと思います。3、田沼地区では、これからサトウキビ収穫を迎え、労働者不足を解消するため、季節工が来島する時期でございます。島の医療体制を守り、島民の安全安心を確保するため、季節工員が来島する前に、PCR 検査を実施する必要があると考えるが、この件についての支援対策をお伺いいたします。2、尖閣諸島問題について、1、来日した中国の王毅外相は、去った11月24日の記者会見で、尖閣諸島周辺海域において、日中双方の公船以外の船を入れないことで、事態の改善を図ると提案しております。これは、領土・領海における日本の主権を揺るがす重大な事案であるとともに、宮古・八重山地域を含む沖縄全体の漁業振興において譲れない死活問題でございます。地元沖縄県知事として、日本政府へ中国に対する抗議の要請を行うとともに、中国に対して毅然たる態度を持って抗議行動を起こすべきではないかというふうに考えますが、次の姿勢を伺います。3、農林水産業にかかる問題について、1、農林水産物不利性解消事業対象品目にかかる紅芋加工品、カツオ、枝豆の追加について、去った9月定例議会で質問したところ、関係機関との意見交換を踏まえて、総合的に判断するとの答弁でありました。その後、関係機関とどのような意見交換が行われ、検討がなされたのか、具体的に伺います。2、宮古地区における畜産業では、令和元年度で肺炎、下痢、新生児異常、牛、白血病等の疾病で476頭もの牛が死亡しております。さらに、令和2年度により、獣医師の1人減という状況が重なっており、この窮状において、獣医師の増員は喫緊の課題であります。この件についての支援策を伺います。4、下島空港周辺の有効土地活用について、1、平成25年、宮古島市は、下島県有地の農業ゾーン
85ヘクタールをすべて購入をしております。本県における下島の農業基盤整備計画の内容を伺います。また下島第3次利用計画における募集を含めた事業計画の進捗状況を伺います。括弧に下島空港利活用の下島空港利用客の増加に伴う一般駐車場の拡張整備について伺います。5、今後の過疎地域自立促進特別措置法の継続について、括弧1、新たな過疎法改正に取り組む知事の姿勢について伺います。また、今後どのような法改正になることが予想されるのかを伺います。6、宮古地区における天然ガス資源の有効活用に向けた支援について、括弧1、本県における宮古地区での天然ガス資源活用計画の内容及び支援策を伺います。7、宮古地区の観光利用における沿岸環境影響調査について、括弧1、長期的に見た観光客の増加による沿岸海域への影響を把握するため、定期的環境実態調査の実施について伺います。8、多良間島における農林水産業について、括弧1、現在の 農業用廃棄物を含めた産業廃棄物処理における現状と問題点をどのように捉えているのか、また解決策となる産業廃棄物処理施設の整備支援について伺います。括弧2、土地改良における高度深60センチを確保するため、宮古島から客土運搬について伺います。9、多良間石垣間の航空路線について、括弧1、多良間石垣間の航空路線の再開計画の有無を伺います。また、計画があるのであれば、そのスケジュールを伺います。10、宮古島市長選挙について、1、来年1月17日投開票の宮古島市長選挙において、知事の支援を受けたザキミ氏が出馬を表明しております。知事はこれまで、辺野古基地問題や先島地域自衛隊基地問題など、県議会においてザキミ氏と激しくぶつかってきております。そこでそれぞれの立場を支持してきた県民に対して、どのようにこの状況を答えるのか伺います。11、我が党関連質問について。1、那覇軍港の浦添移設について、那覇港は重要港湾であり、港湾法によって、おおむね10年ごとに新たな港湾計画を策定することになっています。現在の港湾計画は平成15年に決定され、すでに15年が経過し、那覇港を取り巻く社会経済情勢が大きく変化していることから、時代に即した新たな港湾計画を早急に策定する必要があると思われます。また、令和2年3月に発表された新沖縄発展戦略構想では、本県はアジアの中心に位置する地理的優位性から、那覇軍港の有効な跡地利用を含めた那覇港と那覇空港の機能を連結し、今後10年間で臨港都市整備を実現するとしております。今回、浦添市による軍港移設の意見の一致を見たことから、速やかに新たな那覇港の港湾計画を策定し、新沖縄発展戦略構想に沿ったダイナミックな沖縄振興を推進する必要があります。しかし、知事はこれまでになかった民港湾を優先した港湾計画の策定作業を進めるとしております。このことは、結果的に那覇港の港湾整備が遅れることとなり、知事が自ら示した新沖縄発展戦略構想と矛盾するものであります。これは明らかに沖縄県の未来への振興発展を阻害するもので、沖縄県民の期待を裏切るものであります。この件について、知事の見解を伺います。以上、答弁を聞いて再質問いたします。副知事富川森武君。下地康則議員のご質問にお答えをいたします。5、
今後の過疎のあり方についての中の括弧1過疎法改正についてお答えいたします。沖縄県では新たな過疎法において過疎市町村の実情に対して特段の配慮がなされるよう11月に知事が沖縄県過疎地域振興協議会とともに今年度2度目の要請を行いました。要請先からは全国法であるため本県の特殊事情を理由とする制度化は困難である旨の発言があった一方、全国的に財政力が弱い団体には配慮を検討したいとの見解をいただいております。今後年内に新法に係る指定要件等が示される予定であるため引き続きその動向を注視してまいります。以上でございます。文化観光スポーツ部長戸口和弘君。1、離島における新型コロナウイルス感染防止対策についての括弧1、離島における観光関連事業者への支援策についてお答えいたします。県では、離島を含め落ち込んだ旅行需要の回復を図る沖縄再発見キャンペーン事業をはじめ、感染症拡大防止対策を奨励するため、民宿やツアーガイド等の事業者へ、一律10万円の奨励金を給付する安全安心な島づくり応援プロジェクトを実施しました。また、貸切バス等を活用した旅行商品へ補助を行う沖縄再発見バスツアー促進事業や、離島周遊の促進として、離島へのチャーター便支援やメディアを活用した離島観光プロモーション等を実施しているところです。以上でございます。農林水産部長、長峰豊君。1、離島における新型コロナウイルス感染防止対策についてのご質問の中の、括弧1、農林水産物輸送の停滞と、需要低下に係る支援策についてお答えします。県では航空便の減便に対応するため農林水産物流通条件不正解消事業の補助単価の特例や航空物流機能回復事業により航空輸送体制を確保したところであります。また需要低下を受け6月補正予算において千張りを割った農林水産応援プロジェクト事業として約3億2000万円を計上し、子ども食堂等へのパインアップルなどの提供や、学校給食への県産牛肉、マグロ類など水産物の供給、公共施設等での食価展示を実施し、県産農林水産物の消費喚起を図っているところであります。次に括弧3、多良間島に該当する季節公園の PCR 検査を実施するための支援策についてお答えします。多良間島の製糖工場では、製糖期間中において、県外等から多くの当該季節道路車を雇用しており、今期47名を予定していると聞いております。県としましては、十分な医療体制を有していない離島地域のサトウキビ、東業に影響が生じないよう、製糖事業者と連携し、季節道路車の渡航前の PCR 検査による水際対策、および製糖期間中の感染拡大防止について支援してまいります。次に2、尖閣諸島問題についてのご質問の中の括弧1、
尖閣諸島に関する中国外相発言についての、質問にお答えします。尖閣諸島周辺海域は戦前より沖縄の漁業者が利用している漁場であり、本県漁船が操業できなくなる事態は断じてあってはならないものと考えております。県はこれまでに国に対して要請を重ねてきており、去る10月7日にも中国公船等による威圧行為を排除し、我が国漁船の安全操業の確保に向けた体制の強化を図ることを内閣官房長官ほか関係大臣に対し要請を行いました。県としましては引き続き漁業者の安全確保について国に対して強く求めてまいります。次に3、農林水産業にかかる問題についてのご質問の中の括弧1、農林水産物流通条件不利性解消事業にかかる対象品目の追加の検討状況についてお答えします。紅芋加工品については保存が可能であり、集約して計画的な出荷ができる加工品に該当し、加工品については国との調整を経て助成の対象外となっております。カツオについては漁協から要望があったことから、沖縄県産品の優位性や事業効果について整理するよう求めたところであり、引き続き地元の要望を踏まえつつ、新たな沖縄振興を見据え、戦略品目への位置づけについて判断していきたいと考えております。また、枝豆については、令和元年度に伊良部島枝豆生産組合に対して、週出荷貯蔵施設の整備を行い、現在、宮古島市枝豆産地協議会に対して生産状況、生産体制及び今後の生産計画等の聞き取り等を実施しているところであります。次に、括弧2、宮古地区の獣医師確保についてお答えします。産業動物獣医師の不足については、本県を含め全国的な課題となっております。このため、県では安定的な獣医師確保と育成を図るため、獣医大学生を対象とした就学資金の給付、2、獣医大学訪問による説明会の開催、3、インターンシップの受け入れなどを積極的に実施しております。県としましては、引き続き関係機関と連携し、新たな施策の検討も含め、県内の産業動物獣医師の確保、育成に努めてまいります。なお、宮古家畜診療所では、本年10月に2名を増員し、現在5名体制で診療を行っております。次に4、下地島空港周辺用地の有効活用についてのご質問の中の、括弧1、下地島の農業基盤整備計画についてお答えします。宮古島市下地島の農業利用ゾーンについては、平成25年5月に、農業振興地域の農業地区、農業地区域に設定され、同区域の農業振興を図るため、区画整理、防風林等の農業基盤を整備する計画となっております。農業基盤整備の事業化については、営農計画の確立、農業用水の確保等の課題解決に向け、宮古島市と調整を進めているところであります。県としましては、宮古島市等関係機関と連携し、下地島における農業基盤整備事業の早期導入に努めてまいります。次に8、多良間島における農林水産業についてのご質問の中の括弧2、宮古島市からの客土運搬についてお答えします。高度芯の確保のために、宮古島からの客土運搬については、現行の倍程度の事業費となり、費用対効果等の観点から困難であると考えております。このため、多良間村内の区画整理事業の予定地区内において土層の調査を実施し、土層の厚い区域から薄い地区への客土等の可能性を調査、検討しているところであります。県としましては、引き続き多良間村等と連携し、
党内地区間における客道等の検討を進めてまいります。以上でございます。保健医療部長大城玲子さん。1、離島における新型コロナウイルス感染防止対策についてのご質問の中の括弧2、宮古地方本部と関係機関の連携についてお答えいたします。宮古地域においては4月15日に地方本部を設置し、関係機関と連携した取り組みを進めてまいりました。具体的には宮古島市、県立宮古病院、宮古保健所が連携し、クラスター対策として夜の繁華街の巡回及び高齢者施設を対象とした講話を行ったほか、多良間村、県立宮古病院、宮古保健所が連携し、新型コロナ患者の移送訓練を実施したところです。また、軽症者向け宿泊療養施設については、宮古島市から保健師、看護師の派遣等をいただき、運営を行っております。今後も引き続き、情報共有を密に行い、連携体制の強化に取り組んでまいりたいと思います。以上でございます。土木建築部長上原国貞君。4、下地島空港周辺用地の有効活用についてのご質問のうち、括弧1、下地島空港の利活用計画についてお答えいたします。下地島空港及び周辺用地の利活用事業については、去る9月に第2期事業として、PD エアロスペース株式会社と下地島宇宙港事業の実施に向けた基本合意書を締結しております。県としては今後、新型コロナウイルス感染症の収束と社会経済状況を踏まえて、第3期利活用事業の募集を進め、宮古島市と連携しながら、周辺用地も含めた利活用の促進に取り組んでいきたいと考えております。次に4の括弧2、下地島空港の一般駐車場についてお答えいたします。下地島空港においては、現在、国土交通省航空局の羽田発着枠製作コンテストにより、スカイマーク株式会社による羽田路線の暫定運行及びトライアル運行が、令和4年10月末まで認められております。県としては、その後の継続的な運行の見通しや、その他航空会社の運行状況なども踏まえて、今年度、駐車場拡張の検討に必要な実態調査等を実施する予定であります。次に11、我が党の代表質問との関連についての括弧1、那覇港の港湾計画改定についてお答えいたします。那覇港管理組合では、現在、浦添不当地区調整検討会議において、浦添不当地区における港湾計画の方向性を導き出すための検討を行っているとのことであります。港湾計画改定については、浦添不当地区における民港の港湾計画の方向性を導き出し、移設協議会において、那覇港湾施設の代替施設の位置が示され、民港との整合性が確認された後、那覇港長期構想検討委員会、那覇港地方港湾審議会、国の交通政策審議会の議を経て、港湾計画の改定となります。以上でございます。
商工労働部長、かかずのぼる君。6、天然ガス資源の有効活用に向けた支援についてのご質問の中の括弧1、宮古地区での天然ガス資源活用計画についてお答えいたします。宮古地区における水溶性天然ガスについては、平成26年度の県の試掘調査結果を受けて宮古島市が利活用計画を策定しており、平成29年度から3年間天然ガス発電による実証事業を実施しております。昨年11月には市がリゾートホテル開発事業者等と協議会を設立し、利活用の検討を進めているところです。県としましては、市や民間事業者に対して技術的な協力を行うとともに、新たな振興計画において設備投資に関する支援策を検討するなど、早期の利活用を促進してまいります。以上でございます。環境部長、松田悟君。7、観光利用における沿岸環境の影響調査についての括弧1、観光客の増加による海域への影響把握についてお答えします。県では県内33箇所の主要海水浴場で定期的に水質調査を行っているほか、13の海域で常時監視を行っております。その結果によると、県内の海水浴場及び海域の水質は良好な状態を維持していると判断されます。一方、観光客の増加に伴う海域への影響については不明な点があることから、情報収集に努めるとともに、専門家の意見を踏まえ調査の方法等について検討してまいります。次に、8、多良間島における農林水産業についての括弧1、産業廃棄物処理の課題と支援策についてお答えします。多良間村では、農業用廃プラスチックや輸送に使用される段ボールの島内処理が追いつかないため、大量に保管されている状況となっております。そのため、本年度、県において小型焼却炉を多良間村に設置し、農業用廃プラスチックと段ボールを島内で効率的に処理するための焼却実証試験を行っております。今後、実証試験の結果を検証評価するとともに、引き続き適正処理を推進するために必要な支援方策の検討を行ってまいります。以上でございます。企画部長、宮城勉君。9、多良間石垣間の航空路線についてお答えいたします。令和2年3月に第一航空株式会社が那覇粟国路線に加え、石垣から多良間波照間への路線についても就航の意向を示したところであります。このため、県では多良間石垣路線について国と連携して、まずは同社と就航に向けた課題の整理を行っているところであります。県としては、できるだけ早期の運航再開に向けて運航の安全性を確保しつつ、地元の理解を得ながら、引き続き国、地元町村、第一航空と連携して取り組みを進めてまいります。以上でございます。知事公室長、金城勝君。10、宮古島市長選挙について、10の括弧1、宮古島市長選挙についてお答えをいたします。
各地域の市長選挙においては、地域が抱える課題等の実情を踏まえて、それぞれの候補者が自らの考え方に従って立候補されるものと認識しております。以上でございます。下地康則君。休憩です。休憩いたします。議長。再開いたします。下地康則君。まず農林水産業に関する問題についてでございますね。農林水産物不利性解消事業の対象品目に関するお答えいただきました。これは私、質問はもう3回目でございます。最初の議会の登壇からですね、この質問をしております。だんだんですね、答弁の内容がクリアになってきております。やはりですね、しっかりとその問題についてはですね、私もこの私の質問要望がですね、実現するまでにですね、当局の皆さん方と一緒になって頑張っていきたいというふうに思っております。それとその農業農林水産業に関する2の方ですね、令和2年度の留意種の問題でございますけれども、現在、5人、2人増強して5人体制でやっていただいていると、非常に感謝を申し上げます。それでですね、県内においても非常に獣医師が不足しているということでございますけれども、この支援体制をですね、しっかりとスケジュール感を持ってですね、しっかりやっていただきたいというふうに思っております。やはり畜産業においては、これ、宮古もそうなんですけれども、非常にこれからの伸びしろがあるというふうに思っておりますので、これはしっかりと皆様方の方で、獣医師の確保をですね、できるような支援体制のスケジュールをですね、支援体制とそのスケジュールをしっかりと表示、提示していただきたいというふうに思っております。それとですね、次に下地島空港周辺の有効土地活用についてでございますけれども、まず下地島の第三次利活用計画ですね、いろいろなプロジェクトを募集をしてやっているということでございますけれども、これはもう3回目ですね、でなかなかうまく思うようにその活用が進んでいない。そこで、やはりその土地活用をですね、十分できるように、その現行法、例えば農信法であったりとか、そういったものをいろいろ調整する必要があると思うんですけれども、それをですね、しっかりとやっていただきたいと、そういう意味では、今のですね、募集がいつ始まって、いつまで終わるのか、それと今、その募集がしたところ、どういうものが来ているのか、それをお聞きしたいと思います。土木建築部長、上原邦貞君。はい、お答えいたします。先ほど答弁いたしましたが、現在は第二期事業として、下地島宇宙港事業の基本協定書を締結した、合意書を締結したところでございます。で、3期の利活用事業の募集につきましては、今現在ですね、新型コロナウイルス感染症についての影響がかなり大きいところがございまして、現在の社会経済状況では厳しいところがあろうと思っております。今後ですね、その収束の状況を見ながら、募集の開始を決めていきたいというふうに考えているところでございます。下地康則君。コロナはですね、いつ収束するかわからないというところもございますので、まずはその募集をしてですね、でそれで、その状況を見て、その募集期間を決めていくと、そういう努力が必要だと思いますが、いかがですか。休憩いたします。
再開いたします。土木建築部長上田邦貞君。はい、お答えいたします。新型コロナウイルス感染症の収束も必要だというふうに考えておりますが、周辺用地につきましてはその利活用を図るために、先ほども答弁いたしましたけれども、未買収用地、未登記用地もございます。あと議員おっしゃるように農地の転用、まず無償で耕作している皆様がおりますので、その方々との話し合いも必要でございますし、その農地の転用についても図っていく必要があるということで、課題がいくつかございます。でそういった課題のですね、解決の見通しも含めて、今後宮古島市と連携を図りながら課題解決に向けて取り組み、合わせてコロナウイルス感染症の収束等状況を見ながら募集したいと考えているところでございます。下地康則君。いろいろな問題があるというのは分かっているんですね。でこれを解決するのは時間がかかるというのも分かっています。しかしですね、これはやはり地元である宮古島市、それと連携を深めながら、それとその連携を深めるというのがポイントなんですね。じゃあどういうふうにして連携を深めるのかということなんですよ。なのでやはり地元の行政としっかりと話をしながらですね、地元の行政の役割はどういうことをやればそれがうまくいくのかということをですね、ぜひしっかりとですね、地元と協議していただきたい。そういうことでスピード感を持って下島空港の利活用を進めていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。ですね、次はですね、この同じ下島空港なんですけれども、これは空港のですね、一般駐車場の拡張に関する件でございます。これは今回のですね、議会にも陳情で上がっておりますけれども、下島空港はですね、2019年の旅客実績が12万6千人というふうになっておりましてですね、でそれからまたスカイマークなどによって、1日6往復、成田、関西、神戸、那覇というふうに運航をしておりますけれども、そうするとですね、平成20年度は、もう26万人ぐらいを超えるのではないかというような予測をしております。この予測の数字というのはですね、今、久米島空港がですね、25万7千人という形で、久米島空港は駐車場を、一般駐車場を379台持っております。でそこで、この来年度といいますか、20年度は、下島空港は、もう久米島空港の利用客を抜くというふうに言われておりますので、少なくともその久米島空港規模のですね、一般駐車場を準備していただきたいということに思うんですね。で先ほどの答弁だと、スカイマークはその試験的にトライアル運行をしていると、それを見ながらということでございますけれども、これはですね、我々宮古島といいますか、宮古島の方は観光客年間200万人を目標としておりますので、その駐車場の整備をですね、しっかりとやっていただきたいと。でそれで調査をしているというふうにありますけれども、これいつまで調査をいつまで上げるのか、それと調査の予算というのはいくらなのか、お答え願います。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長上原邦貞君。お答えいたします。今年度、駐車場拡張の検討に必要な実態調査を実施することとしております。これから、積算等を行いまして、今年度中に、終わる予定で、取り組みたいというふうに考えております。下地康則君。もうちょっとですね、力を込めて、頑張っていただきたいというふうに思っております。次に行きます。
宮古島市長選挙においてですけれども、非常に簡単にお答えいただいております。これはですね、地元の私としては、非常に重要な問題でございます。まずですね、ザキミさんは以前、われわれの仲間として、玉城デニー知事とですね、しっかりと論戦をこの県議会で、戦った方でございましてですね、でそういう中で、そのやってることと、要するに主張していることでですね、今やろうとしていること、知事とやろうとしていることがよくわからないというところがございまして、その辺をですね、その知事の考え方をしっかりお聞きしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。副知事、ジャーナ・キイチロー君。はい、お答えします。ここにいらっしゃる県議の皆さん、大変地域の実情にも、詳しくてですね、いろいろ県にも提言いただいております。そういった中において、今般、ザキミ氏は、地域の課題等の実情を踏まえてですね、自らの考え方に基づいて、立候補なされたということでございまして、我々としてはそれを、見守っていきたいというふうに考えております。下地康則君。これはですね、気持ちと考えが全く別々ですね、その皆さん方のですね。だからそれ、地元はですね、地元の事情と言っておりますけれども、これは全く整合性が取れてないというふうに考えますので、今回、我々はですね、しっかりと宮古島市長選を勝ち抜いていきたいというふうに思っております。で最後にですね、那覇港の軍港の移設の問題ですけれども、これは、この新沖縄発展戦略構想、これと全く矛盾するものでございまして、この那覇港に関するものはですね、非常にスピード感を持ってやっていただきたいというふうに思いますので、その県が持っているその新沖縄発展構想との違いを、矛盾をしないということをですね、しっかりお答えいただきたいと思います。お聞きいたします。再開いたします。土木建築部長、上原邦貞君。はい、那覇港管理組合で現在、浦添復興地区調整検討会議で、検討を進めておりますけれども、スピード感を持ってですね、今年度末までに、港湾計画の方向性を導き出すということで、鋭意取り組んでいると承知しております。何ら発展戦略との相違はないものと考えております。はい、私の見解と相当違っているようですけれども、これで私の質問を終わります。ありがとうございました。